俺の名前は永見優。ライトノベル作家を目指す、どこにでもいる普通の高校生だ。そしてそんな俺には妹がいる。お兄ちゃん、また徹夜で小説を書いていたんですか？永見涼香、成績はトップで運動神経も抜群。家においては家事万能と、できないことを探す方が難しい俺の妹だ。お兄ちゃん、お話があって来たんです。涼香からのいきなりの告白、それは私、大賞を受賞しちゃいました。俺が好きなのは妹だけど妹じゃない。2018年10月放送スタート。お兄ちゃんになでなでされるとぽわって幸せな気分になるんだよ。だからもっとなでなでしてほしいなって文をお前が書いたってことになるんだよな。何口に出してるんですか。お兄ちゃんはデリカシーがないです。それにこっちは、私実はお兄ちゃんのこと大好きなんだから口に出さないでください。